阿武熊川下流周辺の空撮写真。写真の中の阿武熊川より奥側が浅南地域である。浅南県は宮城県が指定する広域行政推進地域である。宮城県による地域区分名称は広域浅南県。白石市、角田市、蔵王町、七か市区町、大河原町、村田町,田町、柴田町、川崎町、丸森町の西七町からなる。 仙南地域は宮城県の南西部分にあたる。仙南地域の西側には蔵王連峰がそびえ、その向こうは山形県である。また南側では福島県に接し、ここに阿武熊高地が伸びている。北部は仙台市と東部は名取市、岩沼市、渡里町、山本町と接する。仙南地域の面積は155,140ヘクタールで、これは 宮城県全体の面積の約21%である。地域内の土地利用については、森林の割合が69%と高めである。東北新幹線や東北本線、阿武熊急行線、東北自動車道や山形自動車道といった、鉄道網、高速道路網が、千南地域を縦貫し、白石蔵王駅や白石インターチェンジ、村田インターチェンジなどが設置されている。 戦南地域では、果樹や畜産などを含めて、稲作に偏らない多様な農林畜産業が展開されている。工業については、電子部品、輸送用機械、業務用機械などの製造業が戦南地域に集まっている。戦南地域における地域内総生産の製造業の割合は約35%であり、これは宮城県における 約16%を大きく超えるものである。ザオ連邦などの自然を抱える戦乱地域では、観光関連産業も特筆される。宮城県行政区分地図青緑色、戦乱県戦乱県宮城県が指定する当該の広域行政推進地域は、広域戦乱県、または単に戦乱県と呼ばれ、大河原地方振興事務所が管轄している。市が設置される。 以前の柴田郡、勝田郡伊幾郡に所属していた地域が対象。国勢調査国勢調査人口の推移は以下の通り。仙南県内仙南県柴田郡白石勝田郡、角田市幾郡宮城県内気仙沼、元吉県富県栗原県石巻県大崎県、仙南県宮城県仙台都市県園、仙台市域にあたる人口仙台市。ありがとうございます。